山本康博は阪神タイガースに所属する東京都荒川区出身のプロ野球選手。宇藤右打ち。妻は毎日放送アナウンサーの辻井さごのルザと。台東区立根岸小学校時代に荒川ジャンプで軟式野球を始めると、荒川区立諏訪台中学校では、世田谷西アに所属。当時は、当主で、世田谷西ア時代には、 全国大会での優勝を経験している。慶応義塾高等学校1年時に投手から遊撃手へ転校すると2年夏の全国高等学校野球選手権神奈川大会から聖遊撃手に定着した。この大会では123神父とし、大城拓蔵田中俊太などを擁する東海大相模高校と準々決勝で対戦。123からに安打を記録したが、 チームは敗れた。二年次の秋からは、投手を、再び兼任。三年時の神奈川県春季大会準決勝では、乙坂聡、近藤健介、竜優也などを要して、前年の第83回選抜高等学校野球大会に出場した横浜高校を破っている。三年夏の選手権神奈川大会では、4回戦で、日大藤沢高校と対戦。 一年生の金子一揆と先発で投げ合ったものの、四回の途中で交番を余儀なくされた末に、チームも敗れた。野球部の同期生に、谷田茂子、一学年後輩に、加藤拓也がいた。谷田と共に進学した、慶応義塾大学では、一年時の春季から東京を6、大学のリーグ戦に出場。二年時の春季から遊劇種のレギュラーに定着すると、三年時には、 チームの春季リーグ優勝に貢献した。副賞を務めた4年次の秋季リーグ戦では、3本塁打を放った末に、遊撃手として在学中唯一のベストナインに選出された。リーグ戦には、通算78試合の出場で、打率、261、7本塁打、18打点、6盗塁を記録。谷田以外の同期に、横尾旬立てがいたほか、2年次以降は、 加藤とも再びチームメイトになった。2015年の NPB ドラフト会議で、読売ジャイアンツから5巡目で指名。契約金4000万円、年俸800万円で入団した。背番号は56で、横尾も北海道日本ハムファイターズからの6巡目。指名を経て入団したが、谷田はどの球団からも指名されなかった。2016年には、 5月1日の対東京ヤクルトスワローズ戦9回表に代打で1軍公式戦にデビュー。この打席でルイスペレスから初安打を放った。6月15日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦を皮切りに18試合で先発出場し、シーズンを通じて1軍公式戦27試合に出場。さらにチームがセントラルリーグのレギュラーシーズン2位で進出した。 クライマックスシリーズでも横浜 DNA ベイスターズとのファーストステージ2試合で先発出場した。2017年にはチームのレギュラーシーズン最終戦であった10月3日の対東京ヤクルトスワローズ戦で一軍公式戦における初本塁打を秋吉良からの満塁本塁打で記録した。NPB の一軍公式戦で初本塁打を満塁で記録した。 日本人選手は史上59人目で、巨人では2008年の坂本隼人以来9年ぶりである。一軍公式戦には29試合に出場。2018年には、レギュラーシーズンの開幕を初めて一軍で迎えたが、短期間で二軍に降格した。坂本と吉川直樹が故障で、相次いで戦線を離脱した夏場に一軍へ復帰すると、二人に代わって二類手や、 遊劇手として、先発出場する機会が増加。一軍公式戦への出場は38試合ながら、プロ入り後初めて、シーズンの通算打席数が100を超えた。2019年には、レギュラーシーズンの開幕を一軍で迎えたが、出場機会がなく二軍へ降格。開幕から生二類種として起用されていた、吉川の故障を機に、再び昇格すると、 5月までの一軍公式戦では、先発で好成績を残していた。後に、自身の不調などで途中出場が増えたものの、レギュラーシーズンでは一軍公式戦で、キャリアハイの92試合に出場。打率、233、日本塁が10打点を記録した。チームのリーグ優勝、CS 突破を経て、福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズに初めて出場。 ヤフオク。ドーム開催の第2戦では3塁手、東京ドーム開催の第4戦では2塁手として、試合終盤の守備固めを任されていたが、第2戦では、7回裏の守備で、アルフレド・デスパイネのゴロをファンブル。東京ドームで開かれた第4戦では、7回表1、1、1、2塁の守備で、代打、長谷川優也のゴロを処理後に閉殺を狙って2塁への悪送球を犯すなど、 失点につながる失策が相次いだ。このように大舞台での経験の浅さを露呈したことを背景にシリーズが巨人の4連敗で終わった直後からは剣道従来を起してフェニックスリーグに交流している。2020年には春季キャンプからオープン戦まで1軍に帯同していたものの以降は2軍で調整しレギュラーシーズン開幕直前の6月18日には 群馬ダイヤモンドペガサスとの練習試合で支給を受けて右足を痛めたため一時は3軍のリハビリ班に合流していた7月中旬に2軍のイースタンリーグ公式戦で実戦に復帰イースタンリーグの公式戦には通算61試合の出場で打率2823本塁打を記録10月には月間打率が5割を超えるほど好調だったが 一軍公式戦への出場機会はなく、一軍がセントラルリーグの優勝チームとして出場した日本シリーズの出場資格者名簿からも外れた。2020年の11月上旬に巨人から参加していたフェニックスリーグの最中に阪神タイガースが巨人に対して山本の譲渡を申し入れたことを受けて、同月30日に金銭トレードで阪神に移籍することを発表。 12月10日に NPB から支配下登録選手として公示された。背番号はこの年まで内野手の上本博則が着用していた例例で年俸は推定1800万円。阪神では NPB の一軍公式戦におけるチーム失策数が2018年からセリーグで最も多かったことに加えて上本の対談などで二遊間を守れる右打ちの内野手が 北条文也と熊谷隆行くだけになっていたため、内野人の守備力と競争意識を高めるべく、長年のライバルである巨人から山本の獲得に踏み切った。巨人在籍中のトレード通告を経て、阪神へ移籍した選手は、1990年のシーズン終了後に石井正宏が鶴見信彦との交換トレードで移籍して、以来30年ぶり4人目だが、 金銭トレードによる移籍選手は山本が初めてである。2021年には春季キャンプを1軍でスタート。キャンプ中には2018年に巨人デニー軍監督を務めていた臨時コーチの河合、正弘から再び指導を受けた。さらにオープン戦以降も1軍へ帯同した結果、巨人時代の2019年以来2年ぶりに開幕1軍入りを果たした。 3月27日には東京ヤクルトスワローズとの開幕カード第2戦に8番遊撃手としてスタメンで一軍公式戦へ2年ぶりに出場。2回表の第1打席で公式戦における移籍後初安打を田口玲斗から記録した。その後は左投手の先発が予告されている試合でのスタメン起用が相次いだほか、 遊撃や三類の守備要員としても徴用。4月3日の対中日ドラゴンズ戦でも8回表から三類を守ったところ、両チーム無得点で、引き分け寸前の9回裏に新一二類から三番打者として、迎えた打席で、野球人生初というサヨナラ安打を放った。巨人から阪神へ移籍した選手による1、軍公式戦でのサヨナラ安打は、 巨人からの自由契約を経て2000年に入団した広沢勝美が翌2001年6月21日の対巨人戦で記録して以来20年ぶり2度目である。以降も一軍への帯同を続けていたが、セパ交流戦2日目の5月26日に中水炎を患っていることが判明したため、同日付で出場選手登録を抹消、入院過量などを経て、 リーグ戦再開後の7月2日から1軍へ復帰した。8月30日に登録を再び抹消されてからは、ファームチームのウエスタンリーグ優勝に貢献。同リーグ公式戦、通算30試合の出場で打率。300を記録したことも背景に、レギュラーシーズン終盤の10月1日から1軍へ合流している。2類を中心に3類、遊撃も守れるユーティリティープレイヤー。 打撃面では若松勤とむからバントもうまいし、ボールに対する粘りがいい。何でもできる打者と評されている。相性は安。真面目で優しい性格であり、大学時代は多くの後輩に慕われていた。妻は自身と同じ東京都の出身で、慶応大学での後輩にあたる。知人の紹介で辻の大学生時代から交際を始めると、 山本が巨人に在籍していた2019年の12月に結婚。辻が毎日放送への勤務を続けている関係で結婚したことを直ちに公表していなかったが、2020年シーズン中盤の9月14日に辻のインスタグラム公式アカウントを通じて正式に報告した。辻の配慮からシーズン終了後に公表する予定だった結婚と、 辻の第一司会人が同日に報じられたことによる。毎日放送の本社は大阪市内にあるため、同局の放送対象地域に本拠地のある阪神へ山本が移籍するまでは東京と大阪で夫婦別々に生活していた。なお、辻はアナウンサーとして毎日放送に席を置いたまま2020年の秋から三千三五休暇を取得。 山本が阪神に移籍した2021年の3月30日に、長男を出産した。山本は出産の直前まで一軍の東京遠征に、帯同していたが、第3戦の終了後から、辻の分娩が進んだことを受けて、急遽帰判した上で出産に立ち会ったという、ありがとうございます。